はいどうも皆さんこんにちは、沖縄です。今回はですね、孫悟空&バーダック新キャラクターですね、こちらの詳細性能っていうのが見れるようになってるんで、一緒に見ていこうかなと思います。まあ僕はねちょっと、強いところとかね紹介しやすいように一通りは見てきましたね。はい、というわけで紹介していきましょう。悟空とバーダックでそれぞれ、分けられてね説明されてるんですが、まあ大まかな性能は一緒かなっていう、イメージを受けました。はい、属性ブルーですね、悟空は。でバーダックがグリーン属性、緑属性ですね。珍しいですよね。はい、悟空フリーザの場合では青紫っていうね、それぞれで補完が取れてたんですが、青と緑は別にこの2つだけで見たらそんなに色相性はいいとは言えないんで、ちょっとびっくりしたんですが、はい、まあ、新しいタイプチェンジの属性反転ではなかったですね。でタグがサイヤ人孫一族バーダックチームを持っていますね。でエピソードゲームオリジナル、さあまずはチェンジアビリティを見ていきましょう。バーダックにタッグチェンジし属性グリーンに切り替え、体力回復、気力回復、待機カウント2カウント短縮のバフなんで、まあ帰ってきやすくなるって感じですよね。サイクルしやすい。でダメージアップさせて、でここがめちゃくちゃ重要になるんですが、ドロー速度アップ持ってましたね。でこれすごいのがドロー速アップね、悟空からバーダックに変わるときに1段階アップ、バーダックから、悟空に変わるときにそれぞれ1段階アップ10カウント持ってるんですが、なんとドロー速1段階アップをね常時ユニアビで持ってるんですよね。なんでドロー速2段階アップをそれぞれで使うことができるっていう、はい、そういうことになります。テキスト的に多分そういうことになると思うんだけど、えぐくない？チェンジキャラクターってね本当にドロー速度をねどんだけ持ってるかっていうのはマジでめちゃくちゃ重要な、点になってくるんで、2段階持ちのね、タッグキャラクターっていうのはほんまに強いと思います。で Z アビリティですね、6凸まで持っていくことによってサイヤ人の必殺用ダメアップさせ、さらにサイヤ人またはエピソードゲームオリジナルで孫一族の、基礎打工棒をね上げることができるっていうような、はい、ものとなっていますね。まあ、サイヤの、ね、必殺用ダメアップで、Z アビリティもサイヤかかるっていうことで、まあ、かなり汎用的だとは思います。で打撃圧、なんとアーマー持ちでしたね。いやーアーマー持ちマジで増えてるね。まあこれ持ってるだけで偉いと思います。で火ダメ無視、あ火ダメカット無視ですね、の 10% マイナスっていうちょっと、いい能力持ってますね。で射撃発動時に気力5回復、これもまあ当たりかな。で必殺圧、発動時に敵の踏ん張りを無効化させつつヒット時には敵の特殊圧を封印するぞと言ったわけで、まあ、踏ん張り貫通無難に持ってて、ヒット時の特殊圧封印っていうのは地味に偉いんだよね。うん、こっちが必殺当ててで敵が時止めして追い打ちをアーマーで割ってくるみたいなね、なんていうの、その追い打ち制限みたいなことがされないから、はい、欲張りやすくなるかなって気はする。で特殊圧、そうこれがやばいんですよ。噂ではっていうかほぼ確定で範囲特殊持ちと言われていますね。えぐない？サルベジの覚醒もね範囲特殊やって、まあとりあえず性能見ていくか。発動時打撃アーツカードを次にドローする、気力50回復、余ダメアップ、控え復量アップで特化無効ちゃんと持ってますね。はい、アーツ持ってこれるかつ特化無効ついてるっていう、もうめちゃくちゃ優秀なタイプの範囲特殊ですね。はい、でユニゲが、マックスの状態に使うと、火ダメージカットのね、無視を 20% できるっていう、まあ、これも強いですよね。デバフと状態異常も解除できると言ったわけで、まあ、めちゃくちゃ強い特殊圧ですね。はい、ユニークアビリティ見ていきましょう。悪の系譜に対する打撃用ダメの 20% アップ、まあ、これは現環境で言うと天使ゴルフリね、新キャラの天使ゴルフリとか、やっぱ悟空フリーザーこら辺に軽くキラー刺さるって感じかな。はい、まあいいとこではありますよね。バトル開始時余ダメ 100% アップ、火ダメージ 70% カット、ドロー速度1段階アップ、打者アーツコストを7ダウンさせ、必殺アーツコスト10ダウンっていう、なんかコストめっちゃ軽いね。うん、強いと思います。射撃もね、気力回復あるしね。場合によった時、自身のチェンジゲージを 40% 増加、偉いね。自身の気力20回復、余ダメ 60% アップ、常時余ダメがすごい、やっぱ最近のキャラは。敵にドロー速度を1段階ダウンのデバフを与える、これも地味に強くて、キラ界ですね。やっぱあっこら辺のコンボアタッカーっていうのをね、展開させづらくするんで、まあめちゃめちゃ優秀。自身の打者アーツがヒットした回数に応じて、1回目が余ダメアップで、2回目が特化は無効つくんで、まあ、結構予約アーツとかね重要になってくると思いますね。で3回以上で打撃余ダメが軽くアップする。
で、カバーチェンジ時に、余ダメージをアップさせ、打撃余ダメはさらに上がって、敵へのね、アーツの威力のデバフっていうのをかけることができますね。はい。で、ユニークゲージがマックスになっている時に、タックチェンジすると必殺アーツを1回だけ持ってこれるという軽い能力。で、ユニークアビティ2つ目ですね。ここで、不滅についての、能力が書かれていますね。その前に、打撃アーツのトークカバーを持っていますね。で、必殺つながって、こちら自身の体力がゼロになる攻撃を受けた時以下の効果を発動する。自身が戦闘不能にならない不滅効果を付与する。やばいね。自身の能力低下状態異常を解除、自身の能力低下状態異常の発生無効で敵の気力50減少させ、手札をランダムで、2枚破棄する。敵全体に交代禁止を付与する5カウントといったわけで、ここの、下3つと、デバフとかのね解除っていうのは不滅が行われた時に発動するんでね、めちゃくちゃ阻害がつきますね。で、戦闘不能にならない不滅効果終了後、ユニークゲージ 50% 増加させ、体力 50% 回復、やばないマジで。踏ん張りの上位互換で、で、これ発動させたら 50% 回復よ。めちゃくちゃやってますね。受ける被ダメージの属性相性不利を無効化15カウント。はい。すごいです。で、チェンジアビリティを使用するたびにユニークゲージが溜まっていく。ユニゲも持っています。マックス値になると、余ダメ、30% アップの消去負荷。で、手札破棄、気力減少を、ドラゴンボール破棄ですね。全部無効化することができる。まあ、最近のキャラクターのユニークゲージと比べると、まあ、ちょっと控えめに、優しめに作られてるかなって感じはするけど、まあ、タックキャラクターでね、不滅っていうクソチートアビリティ持ってて、これでユニゲまで持ってるって考えたら、それだけでもいいと思うし、まあ、普通に優秀な、破棄無効能力ですよね。いいと思います。はい。で、強いアーツ、必殺究極覚醒圧あたりを受けるとですね、体力回復でチェンジゲージ 70% 増加でかいですね。ダメージアップするっていう能力も持っていると言ったわけで、まあ本当にクルクルしやすいキャラクターだと思うんで、タックチェンジキャラとしてめっちゃ優秀な気がする。はい、それではバーダックのね性能方見ていこうかなと思います。グリーン属性ですね。で、冒頭で喋ったと思うんですが、バーダックと悟空そんなに、性能に大差はないかなと思っていますね。うん、圧の効果も全部一緒だと思います。はい。打者圧は完全一緒で、必殺も特殊封印で、はい。踏ん張り貫通持ってるよってやつで。特殊圧も、範囲特殊ですね。いやー、やばい。ほんまに強い。両方範囲特殊です。で、まあ、少しだけ違うところを挙げるとするなら、ここですね。圧を3回以上打った時に、こっちはクリティカル発生率がアップしますね。で、こっち上限 50% ということで、50% クリティカルやばいね。向こうは打撃の余ダメージ、10% アップとかなんで、まあ、こっちがね、結構攻撃な、寄りの性能してるんかなって感じはしましたね。で、バーダック特有の能力でもう一つ、場に出るとき敵が交代すると、自身以下の効果発動といったわけで、余ダメアップとか、回復、気力回復速度ですね、射撃アーツコストをダウンできるっていう、なんかいろんなバフがかかりますね。やっぱちょっと攻撃寄りな感じはしますね。さて、今回はどっちも打撃アーツに対するね、カバチェン持ちですね。なんでまあ、結構覚えやすいですね。どっちも打撃に対する特カバです。そして、さすがにね、不滅は、それぞれで発動回数共有されてるんで、そこは覚えといた方がいいかなと思います。逆にまあ、そんだけ覚えといたら、まあね、性能は把握できてるんかなと思いますね。今回はもう分かりやすいテキストしてますね、結構。うん。不滅って新しいアビリティは出たんですが、まあ、それ以外はね、結構あっさりしてるというか、うん、分かりやすいテキストしてていいかなと思います。もうぐる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 サイクルしまくって、夜逃げ集めてね、余ダメ高めて、殴っていって、で、不滅っていうね、効果で、受けて阻害させるみたいなね、めっちゃ分かりやすいキャラクターやけど、バカ強いと思いますね、これは。うん、確実に、環境入りすると思うんで、はい、また新環境になるかなと思います。まあ、またねサイヤ人が使いやすい環境に戻ってくれるんかなって気はしてますね。うん、サルベージも強かったし、まあ、リュウケンとかなんかいろんなねサイヤ人のキャラクター詰めたらちゃんと強い編成できそうだなっていう気はしました。てなわけで、今回はね新キャラクターの性能解説していきました。結構細かくまあ強い点とかも喋れたかなと思うんで、はい、明日のガチャ楽しみにしていきましょう。はい、で、最後に少しだけね、宣伝させてほしいんですが、今回の新ガチャですね、初めて生放送でね、ちょっと、
と引こっかなって今考えているところですね。明日の、まあ動画上げてる間にね、決めて、また告知しようと思っているんですが、ちょっとね、編集に時間かかって、結局なんか、後の方から、動画出すのもなんかなってなって、おまけの動画にしがちなんで、まあ、せっかくなんでね、生放送で皆さんと、共有しながらね、やって、れたら面白いんかなって、思ってるんで、ちょっと今検討中です。はい、なんでぜひね、生放送するよってなったら、遊びに来てくれると嬉しいです。3時からね、ぶっ放すつもりではいるんで、はい、よろしくお願いします。これからもね、フェスティバルの動画をね、たくさん上げていくんで、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。